はい、本日の雑学、相手が交代した時もクイックドローの判定は出るらしいですね。はい、フルです。はい、こんにちは、フルです。今回はクレッフィーが剣盾で徹底抗戦を覚えることで自主退場ができるようになったってことで、まあ、相性のいいヤドランと一緒に連れてきました。やっていきたいと思います。相手の先発マリルリ。クレッフィーは起点作りの壁張りのポケモンなんで、自主退場できるっていうのはだいぶでかいですね。じゃあ早速リフレクターでやりたいと思います。まあ、大体の技は壁込みなら耐えるだろうってことで、今までのクレッフィーだったら図太いで耐久振りとかだったんですけど、今回一応控えめで C に特化した形にして、まあ、それが意味があるのかって言われたらちょっと疑問点ではありますが、じゃあ電磁波から。電磁波こいつもかなり優秀なんでね、今後のお膳立て役としてダグトリオに次ぐねエースとして使いたいと思います。赤ブレイクギリギリだねじゃあここ徹底抗戦でもいいんだけど、リフレ光の壁でダメだ。冒頭で撤退技使えるようになったから使いますって言ったのに、結局使いませんでした。またの機会にね。絶対こいつはしょっちゅう使うことになると思うので、またの機会にご覧くださいって感じで。はい、じゃあ今回の S、 前回も見せましたがガチャガチャ型の運だけヤドラン、腹大工ヤドラン。よし、でもタイプ相性的に多分大丈夫なんで腹大工打ちます。さあ何してくる。アクアブレイク、まあ、これは B ダウン引かなきゃ。そうだよね、こいつ B 特化にしてるんで大丈夫です。で悪巧み型とかならね、全然、まあ、クイックドローあればいいなみたいな、引ければいいなって感じだと思うんですけど、僕の方はこれクイックドロー引けなかったらもう負けです清くていいね。引いていく。 OK、 シルアームズドン強いね。でコメント欄で教えてもらったんだけど、これシルアームズ物理と特殊でエフェクト違うの。なんか物理のシルアームズ初めて見ましたって言われたんですけど、まあ、それはさておき、そうだね、あとやばいのは、まあ、こっちは毎回クイックドロー引ける前提で考えて相手が先制技持ってる場合が一番やばいんだよね。あくまで素早さが999になるような判定だから相手の先制技に勝てないんで。あ、OK、 ジパコイル、まあ、これならね、そうだね、ドレインパンチでいいかな。引いていく。 OK、 ナイス。美味しくね、チュッチュして、あ、頑丈ではない。 OK、 キューッとね吸収していって、頑丈にはしないのかなっつってね、頑丈にはしません。なぜならアナライズの効果力は魅力的だからです。トゲキス OK、 まあ、これ先制技使えるゴリランダー来てたとしてもグラスライダー一応半減で壁もあるんで、まあ、なんとかなったかなって感じですね。でウラウンドサイドンでダイマックス切っちゃいたいので、こいつはダイマックスなしでシルアームズで、威力も高いのでこれでいきます。 OK、 先生の爪引いていく合計確率4割程度なんで OKOK、 ナイス。相手がダイマックスしてても落ちてたので、多分相手としてはなんかここでエアスラとかで倒すことにかけたのかな。はい、対戦ありがとうございましたスピーディーだな、このポケモンね。調子いい悪いとかなしに、もう本当に運で 100-0 のポケモンなんで、スピーディーな戦いがしたい方や、もう受けループとかばっかで疲れちゃったよっていう方は、ぜひ憩いの場として気分転換として使ってみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。